フランス人のお肉ました目を閉じてください。ン42、冷脳だよ、めんどくせえよ、もう。ちょっと、これで終わるかね、一旦今日はね。まあ、昨日も長くなっちゃったから、もう勝つまでやれば長くなるからもう。もういいよ、負けても終わりっていう感じで、ちょっと他のちょっとゲーム動画もするわ。 で、また時間つけ、あの、まだね、まあ、楽しい時間はまあ、いつかは終わらせないとね、まだ何時間、昨日みたいに十何時間もやるわけにいかねえからね、まあ、楽しい時間は終わりをつけだいと時が来るでしょ。まあ合計で4試合できたから、まあいいんじゃない今日は。穏やかにできたから、試合時間がな、短いよな、もう全部40分以下じゃねえかよ。全部40分以下じゃねえかよ 3試合とも40分かって出るよう。3試合40分かなんだから、この試合1時間ぐらいの白熱した試合になってほしいけど、まあ、8時半にちょっとん、ね、朝が来ました。まあ、でも終わって、8時半。昨夜は誰も死にませんでした。僕にゲームしてるか。僕、ね、に。3番のプレイヤーは よろししくお願いまますす特にしようありません、まあ、そうですね1周目に関しては自分は結構単体精査でおかしい人、まあ、なんかおかしな解釈をする人そういったのを、えー、と黒要素かどうかを一応判断し、まあ、黒要素分からなかった場合はなんか変な解釈している人に投票したいな<う>釣りたいなと思っています。 えっと、例えば、4番が3、あ、まあまあ、仮ね、例えばね、4番が3番に、えっ、ー、と、じゃあ、4番が思ったことを発言して、えーおかしくね、なんでそうとるって、5番が乗っかったとします、4番に。両方おかしいけど、ね、乗っかった人物の方が、俺は釣りたいなと思います。なんかわかんないね、言ってる意味が4番。 のプレイヤーは発言してください、はい、そうですね。まあ、今までプレイしてきた、あの、陣害の探し方があるんだから、まあ、それで、その、3番さんにその言う、乗っかった方が人外の確率が高かったら、それを取ればいいけど、乗っかった方が、まあ、確率が少なくて、初めに叩いた方が黒かったら、そっち釣った方がいいってだけの話じゃないですかね。まあ、3番さんの中で決めればいいんじゃないですか。正当率が高くなる方法を選んだ方がいいんじゃないですか。はい。大回見つければいいので、はい。とりあえず、まあ、 占いもなんとか決め打てるように頑張りましょうって感じでね。まあそうですね。例のをしっかりね、あの、決め打つ気持ちでやってほしいなと思ってますよ。はい。えー、そうですね。あとは、おかしな思いっきりやめましょうよ。うん、もう望んでないんで普通の発言せずにすればいいでしょ。平和村作りましたって。占いからスライドしましたって。いや、考えてる時間が無駄になるでしょってみんなの。あと、平和村で負けたことないんですかって僕いつも思いますね。以上です。はい。5番。 のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。占内氏です。1番さんのランダム白ランダム白が1番さんでした。ということで、うんまあ、3番さんの艦隊戦争は云々はその通りではい。積極的にはい、いろんな箇所に触れていってほしいな。まあ、4番さんのその最後の平和村の下りはよくわからなかったで。まあ、前半の時は別におかしいとは思いますが。はい。 で今回占い師なんで、役職に言及すると、まあ、辺野下さんは、まあ、1周目の発言か、2周目の発言かチャットか、ともかく即出てきてください。で岸さんはね、まあ、この後どんな場面になるかわかりませんけど、2、1場面だけ出てきてください。他はまはあ、潜伏でもいいし、まあ、本人の先生のほういか,とかただ、無駄占いはしたくないんで、潜伏する場合は、本当に余計なムーはしないでほしいなと思います。 それぐらいかな。はい、積極的に皆さんあの意見をぶつけてお越しいです。以六番のプレイヤーはど番に？四位、四位、三十三歳。よろしくお願いします。ええ、そうですね。ええ、三番、四番、五番とき。 であまあ怪しい位置をちょっと言わせていただきたいんですけどまず一番最初の3番さんの進行論でなんか変な解釈をする人を釣りたいその変な解釈をする人とはっていう話をしてたんですけど結局便乗位置を釣りたいっていうところないよねなんか発言をねすごい考えながらしてたかなっていうところで私3番さんなんかあんまり印象よくないなと思ったんですけどお4番さん5番さんに関してはそれに対して何もあまりツッコミを入れず5番さんに関しては占い 占い師のこ,うこうこうこう,こうであってほしいからこうしてくれっていうところが中かね5番さんが不の占い師だったらもうちょっと3番さん4番さんに精査当ててもいいかなって思うからああ5番さんも怪しく見ちゃってるっていうところだからね正直強人とか言われちゃうかもしれないけど345番さんみんなあんまり印象よくないなって感じ。7番のプレイヤーは発言,してください言う人いないんじゃないですか 6番さんのことを強靭っていう人いたら、そのうちそいつつってもいいと思いますけど、今日は。今の発言の内容を聞いて。まあ、3番さんに関する発言の内容に関しては、まあ、これは人それぞれですね。あのねまあ、あんまりあれですけど、まあ、自分が気になった位置の3番さんの発言の内容に対して、4番さんや5番さんが発言の内容的に気になって、まあ、5番さんが占い師っぽくないなっていう情報は、まあ、なんだろうな。儲けは別にいいんじゃないかなと思いましたので。 6番んは僕はもうちょっと村なんじゃないかなまで思っちゃってるんですけども、まあ、ただ考え方が全然違うんですけども6番が3番とか4番とか5番に向ける目線は村側かなと思っていますが僕は3番から5番までは自己紹介してるだけだと思いますので、まあ、これは分かりません3から5の色はただ6番は村じゃないかなと思ってます8番のプレイヤーは発言してください、うん いいんじゃないですかね。はい。2番白です。2番白ね。僕が真です。5番偽です。よろしくお願いします。えー、と5番1白と出しているので、まあ、1番のまあ囲いもしくは5番教授もでて、1番の発言を皆さん要注目でお願いいたします。はい。 ええ、そうですね。まあ、ちょっとね、7番さんの最後、6番さん、無駄じゃないかなっていうのは、ま良かったんですけど、あの、強靱指定っていうのはちょっとよくわからなかったですね。6番が3、4、5は、あの、ほぼほぼ、印象が悪いって言って、ね、ほぼほぼ半分殴っているような感じなんで、強靱ってほぼ全視点に殴れるんで、まあ、その視点で6番さんの、まあ、強靱指定っていうのは、ちょっと僕にはちょっと理解できなかったですね。なんで7番さんはちょっと、うん、発言強いんでね、 って思ってますこの後も多分強いんじゃないかなと思うんで割と人外じゃないかなと思うんですけどねまあまあ、まあ、またちょっと盤面確定してからね9番のプレイヤーは発言してください自分が真の占い師です、えー、ランダムで5番3しろ5番3しろお願いしますということで、えー、自分は5番3が占い師で出るんで自分が先5番3強人8番3ロー確定ということでよろしくお願いします うんそうだね。はい。えー、まあ、霊能者さんは、まあ、二巡目出てきていただきて、まあ、士、えー、の方は、えー、潜伏なりしていただきたいかなと思ってます。まあ、3CO なんで、もう士は必ず潜伏していただきたいかなって感じ。うん。まあ、8番さんはなんか、その辺の発言全くしなかったっていうのは、全然もう、えー、人狼要素ということで、よろしくお願いします、えー。5番さんが強人で、8番さんロ。 そうだねまあ、グレーに関して言うならば、まあ、自分的には6番さ、うんって、えーえーね、5番さんを叩いてたところで、白いかなと思ってる。3、4について二2週目以上。1番のプレイヤーは発言してください。はい、占い3、4を把握しました。えっ、ー、と、そうですね、うん、まず8番さんが7番さんに当てた、7番さんは発言が強いから、 人外っぽいって言ったのは全然意味がわかりませんでした。で、えっ、ー、と、グレーの中では私は6番さんに一番共感しました。ただまあ、だからといって村岡は7番さんみたいにはできないかな、まだ。で、占い師に関して5番さん、9番さん、8番さんにはさっき触れたんで、5番さんは特に今のところ気になるところ、ああ、でもそうですね、3、4にはもっと私も触れてほしかったと思っています。 で9番さんに関してはうんどうなんだろうな特に気になるところはなかったですけれどもはいとりあえず今のところそんな感じです 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいわ、はい、かんないっす全然わかんないっすえー、っとねそうだね、えー、6番は345が印象悪くて じゃあ6番目線、あの、8番と9番を出てきましたけど、3、4、今どう思いますかって聞きたいですねで。7番さんはその6番を評価していて、村まであるって言ってて、よくわかんないですね、7番もね。で、3番は、なんか、便乗位置が怪しくなる、怪しく思ってしまうって言ってたんで、まあ、7番って6番の便乗位置じゃない。 3番は7番についてどう思いますかって疑問を投げつけときますね以上3番のプレイヤーは発言してください,ださいはい2周目お願いしますまあ現状89がちょっと新占い師じゃないかな偽っぽいなと思っていますその要素として8番が1番が言った通り7がえっと 発言が強いから人外目があるみたいな、みたいな発言がええー、と思ったし、9番が偽って思ったのは、6が5を叩いたから6が白いみたいな、この発言ね。この2つの発言が、8、9はちょっと偽っぽいなって思いました。はい。まあ、どっちかから釣り入れたいかなって。5番が、えー、変なことを言わない限りは、まあ、そんな感じで考えています。 でグレーに関しては1番さんがえー、っと1番と6番がまあいいかなと思っています、はい、4番のプレイヤーは発言してくださいはいまあ一番悪いですけどあのグレーはいかないのでグ、はい、レーズルとかやめてくださいねはいうん やめましょう、くれずりは。つまらないんで、はい。まあ、8番の色味するとか、うん。まあ、8が進んだったら、まあ、騎士を除く4人で殴り合ってっていう、まあ、いつもの人狼ゲームして勝ち負け決めたらいいんじゃないですか。はい。まあ、9番がしんどだったら、まあ、噛まれるかもしれないし。8の色味するか、5番の色味するかってどこなんじゃないけど、まあ、8の色味ってことに、まあ、一般的になっちゃうんじゃないかなと思うけど、まあ、そこはみんなで決めるべきだと思うけど、普通に、 まあ一つの色は見ます。はい。グレーズリーはやめましょう。まあ、それで勝ってもつまらないしね。まあ、普通に皆さん、あの、皆さんの望んでる、あの、人狼ゲームしてください。4日目まで行って、勝ち負け決めてください。まあ、静かに4日目見,見守ってますから、はい。5番のプレイヤーは発言してください。 うんまあ、3、1番目なんと占い釣りでいいし、俺、情報釣りでおそらく8釣りになると思うんだけど、俺目線8釣りは全然飲める。なんでかっていうと、普通だったら9番が心位一って皆さん目線言うから、9の方がどうする可能性が高いんじゃないかってなると思うけど、8釣りって色結果しだい破綻するっで全然飲めます、はい。あと6番が3、4、5の殴りが良かったからって,ってなんか胸目を取れて、俺、そもそも初襲の3番おかしいと思ってないから。 3番にそこに突っ込み入れなかったから新名が下がるというのはむちゃくちゃ不当。で7番が6に丸のっかり。で6番を評価するっていう意見がその後も2人ぐらいいたんだけど7ってもう完全に便乗発言してるんだよね。7ってなんか透けてんのかなと思った正直。8九がローであれ7がまず筆頭だと思う相方がまあとりあえず次は8で6番のプレイヤーは 発言1周目の発言はあ私ちょっと雑なところもあったかなっていうふうには思ったけどでもまあ率直に感じたところって発言をしましたでね、あのー、まあ私も今日占い師から行こうと思ってるんですけど 3C、まあ、多めで出てきた9番さんが うんどういう意図で出てきたんかなっていうところはちょっと考え物かなと思ってます。まあ情報釣りで8番さんつって、8番さんが黒出た場合はその後グレーとか行くんかな、うん、で、グレーの中で、えー、怪しいのは7番さんだと思ってるんだけど、思ってるんだけど、なんかね、みんなね、あの7番さんが便乗って言って、1番さんもね、6の印象がめちゃくちゃいいって言ってたんだよな。 だからそこをなんか飛び抜かしてるところがあ意外にいいちょっと分かんないなっていうところねうね、ん、今日は8番さんに行きたいかな7番のプレイヤーは発言してくださいまあこれ結構ズレージ難しいかなと思ってるんですけどもあのー、1番さんがまず6番ちゃんに共感をしている発言の内容を残しているのに まあ3番シャンと4番シャンが別におかしいい。あれでいね。8の色気化から探っていくゲームになるよ。8は死んだらきつい。番シャンと4番シャンの,発言の内容おかしいと思っていて、それに共感しているのに6が怪しくなくて、6が一番いいと思っている1番シャン。すごく変ですよ。で、3番シャンの発言の内容でね、1番と6番シャンの発言がいいって言ったんだけど、1周目の1番シャンの発言の内容を聞いて、いいなんて思うわけがないから。 で5番シャンシーンに見てるのに、6番シャンがいい評価になってるのも、6番が1周目、5番に対して雑なぐりしているのに、3番シャンはそうは思わなかったんでしょ、3に触れない子がおかしいと6番シャンは言ってたのにね、だから3番シャンも話ちゃんと聞いてないか、嘘ついてるで、1番シャンも嘘ついてる、で6番シャンのことを1周目に評価したのは、3、4、5に対する叩きの内容は僕は共感できないが、本当のことを言ってそうだから、村っぽいという評価をしているだけで、何一つ便乗していないから。 便乗していない僕に向かって、便乗しているから怪しいって言ってきてる5番シャンもおかしいし、6番シャンが7番のこと怪しいって言ってたけど、それだったら1、3、5の1が明らかにおかしいこと言ってるから、僕よりもおかしい発言あるはずなのに、なんで6番目線で7番が怪しいのかもわからないし、すごく不思議な村だなと思ってますよ。まあ、釣りに関しては、うんまあ、話聞いてから決めましが、1番偽っぽいやつに投票入れようかなと思ってて。 だからもう2番車が比較的ちょっとこの中だったらそんなにあれかなと思ってます。136がもう何が言いたいのかがわからないし、この中の村人陣営が確実に2人はいる中で、まあ、嘘をついてる村がいることになりますので、それか話聞いてないかきついです。8番のプレイヤーは発言してください。うん、まあまあ、それはそれでいいんじゃないですか、7番さん。はい あ、今日、僕、釣り飲みます。キューバが破綻するんで。あーりやすはい。えー、というわけなんで、キューバさん破綻します。はい。で、えっ、ー、と、そうですね。まあ、だから、あの、僕、とりあえず2だけしろということなんで、うん。まあ、それだけでもいいかなと。そこから範囲が、ね、絞られていくからね。削り込んで。うん。 6番か8番かどちらにシンがいるかっていう想定しながらやるのも大事だからね。らこれがね、8番しかねえよな、これよ確実に戦う準備してるのは7番ってなってきますけどね。うん。あ,あ難しいなあ。9号に、まあまあ、普通に、なんすかね、相方、ロジックで考えたときですよ。7番値するのって。なんか別に7、7番がじあ、これ追加できるか。 9番のプレイヤーは発言してください。ということで、き、え、ょ、ーまあ、は8番さんつって、一、えー、人人害落ちるんで、陣害じゃなくて、そうだね、まあ、グレーに関して言うならば、なんか、自分は8と 2, 2が囲ってるんだな、今んとこ、なんか2番さんの発言ってほとんど、なんか、平等どこにも向けてないから、なんかマシ、ましい怪しいかなと思ってる。うん 最終位置でなんか、もしこう考察がまとまってないかなという印象なんで、自分は2番さんが怪しいかなって。うん。かな。まあ、5が、<laughs> 例えば、まあ、自分目線5番さん強靭なんだけど、1番さんが例えば陣外だったら、うん、まあ、自分目線8番さんって呼んでないと思うんで、まあ、1番は白いかなと思ってる。うん。なんで、自分的には2、2か3か。 発言は6番さん白いんで7かぐらいかな。以上。1番のプレイヤーは発言してください。えっと、今日は占いは七番さん、あ、じゃな8番さんからいきます。で、ね、あの、7番さんに言われたんですけど、私は6番さんのいいんその思いに対する触れ方に共感したから 2> 2<番>そう言っただけです。2> 2あなたとは違う視点。 7番、えー、さんってなんだろうね、ねじ曲げてんのか聞き取れないのかちょっとよくわからないんですけどうーん、もし聞き取れてない村だとしたら結構痛いかなと思っています。ただなー、なんだろうね、すっごい本当に全方向に叩きを入れているという点は、まあどっちとも取れるかなと思っています。 で、えっとね、8に行くのは、まあ、情報ずりという観点もあるんですけれども、まあ、あんまりなんだろうその考察グレー考察伸びてなかった 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいはいお願いしますどうしよっかねって思ってるからえっと誰もなんか3番に来れへんやん、ね、って思っててあの村っぽいグレーがもう7番しかいないなって思っている。 3番が1番6番を評価したときって必然的に7番も評価できると思ってるから3番視点でラスウルーチって2番しかおらんのよ1番6番を評価したときに7番まで評価伸びるからそれで2番7番のサイズ系をしてない3番がおかしいと思ってるから3番がラスウルーじゃないでそれに対して5番も突っ込んでないんでしょ 5番が一番似せっぱいけどで。もし、えー、何 ?8 番が白結果だった場合、8番強靭やったときって、9番の人狼を吊り殺すことだから、8番強靭には見えへんかなって思ってる。それぐらい。え全然、情報釣りで8番から行っていいと思ってるよ。8番から行っていいけど、8番が強靭だった場合って、 9番釣り殺されるから標準は否定できるんじゃない8番以上投票を始めてください <laughs> ありえんオラじゃないべ8番 のプレイヤーが選ばれました。八番のプレイヤーは発言してください。はい。電話がかか来て,てた。すいません。あ、どうも。あのー。 個だけ言っていいですか一個だけ。村さん、あの、5日しろつやめてもらっていいですかはい。僕強心なんで、村さん、あの、母ちゃんするっす。夜が来ました。目を閉じてください。今朝たの朝の夜、目を開けて、でした。はい、した8黒。あ、8は釣っていい。あの、もう、人外使用したから。 これで、新郎、新郎炉を追うなら、占い釣り切りだが。ああ、新郎路,路の可能性も追わないといけないんだよね。なんだこれって感じだもんね。まあ、グレーから行くか、新郎老ケアで行くか。硬い攻めを取るか、占いを釣るっていう攻めにな,攻めになるけど。石が出て範囲がれれ絞れればいいんだけどね。 高級の占い真偽にかける戦いする。新ロロなら八級ローロなんだけど。まさかの八級ローロなんだけど。黒が出てほしいんだよな。朝が来ました。俺の色を見せたくねえはずなんだよな。昨夜死んだのは。あベターはそうだよな。二番。 3番を怪しんでいた。色の結果を遅く出す。3番のプレイヤーは発言してください。さいえ、8黒、八黒なんすか。おえー、っと、これで、えー、っと、9と7は情報は落ちない。8は、え9は一応8黒で合ってる。俺、9番に行った理由って。 で、9番が8番に1人害落ちます。あ、陣老落ちますみたいな。あ、これ絶対急にしてだろうなと思ってたけど、8黒ね。そうね。で、2、2白と7黒。5番さんが7黒。7八うんまあね。 一、えー、7に目線が向けてないって2番に言われたけど時間がなかったのね、えー、ああじゃねえかよあっ3番さんが本当のシンカなら賢くなんで7つって5つって9番が1か6占うという。 5番は7番でしょ ?7 黒でしょ ?7 で終わらないと5番が、まあ強人。だから9進確定するから3番が9、9守ってるわけないでしょ ?9 投票してんだから。ってことは、9番さえ守れれば勝ち確です。7で行って5行って、7、7行ってまあ16の占い結果次第か。黒だったらもう直接行って、白だったら5経 U から余った人を行くっていう。勝ち確ですね。はい。まあ一応どうしようかなと思って8黒出てて。 地球ローローとかだったらどうしようと思って新ローローまでケアしたけど7黒が出てるからあま新ローローないねはい7行って5行って9の占い結果3番が9守りすればいいんでまさか9守りしてないよねっていうだけのゲームですねはい以上です5番のプレイヤーは発言してくださいはいはいはいもう今日でゲーム終わりますんで俺が強人で黒って打てるわけがない皆さん分かりますよはい私78ローローでしたお疲れ6番 のプレイヤーは発言ししてくださいれされ申し訳ないなんかね俺ね5番さんの位置が5番さんの位しろがさオオカミに白刺さってそれで9番があの5の新味をあげようとしてるんかなとかいうふうにちょっとなんか考えちゃってさ5番さんにいっちゃったっていうところねあまし申し訳ない今日は7番さん行きますね7番のプレイヤーは発言してください まあ4番シャンの言う通りの進行で構わないんですが、村、絶対に間違えてほしくない進行があるので、しっかり聞いてくださいね。しっかりと聞いてください。盤面構成上で新郎々がほぼないことが確定していますよね。新郎々がないことがほぼ確定ですここで、一番必要なことが何なのか。何なのかっていうと、まず、えっとね、9番シャンが2番白で2番が抜かれている状態で、8番が狼確定で、今日7番が釣られた後、明日5番釣るでしょ。で 9番ちゃんがグレ、3番ちゃんのこれね、偽物の可能性もあるから、今日、えー、7番を釣られて、5番が釣られた後に3番が護衛するのは9番ちゃんで、9番さんがね、占うのはね、どこがいいかなこれ、一発しか占いが残せないってなったら、6占いの、6占いの、えー、っと、いや、3番占いの方がいいかな ?3 白、白 3, 3番死んでいいよ。い殴り合わない大丈夫だろう。1か6六占えばいいんじゃない難しく考えないで1か6占ってで余ったやつ三3番で殴り合わせればいいんだよ。5釣ってなんで7番に黒打ってんだろうね。5番強陣でだから、桂馬さんが翌日黒見つけたらそこつったら勝ちね。 9番ちゃんが翌日黒を見つけた後、9釣りだけは絶対なしね。それだったら嵐だからね、みんな。わかりますよ ?7 釣って、5を釣った後に、えー、あ、じゃあ、7釣って、翌日9番ちゃんが黒を見つけた場合は、9の黒先を釣らなかったら嵐になるのでね。それだけちゃんとわかっておいてください。7釣って9が次の日黒を見つけたら、その黒先を絶対に釣れる場面ですので、5番なんか釣らなくて大丈夫なんで、OK? ちょっと9番さんの占い先は、ちょっと考えるわ。 次のユーガーまでに9番のプレイヤーは発言してください、はい、お願いしますということで2番さんが狩リウド潜伏もあるので3番さんは必ず自分を守ってください3番さんでもし自分が噛まれてしまったら、えー、なんだもう自分的には、えー、3番さんローっていうことでもう3番さんずるいお願いしますで5番さんは狂人なんでっていうこと、うん、まあ進行大丈夫だね うん、名は足りてるんでよろししくお願いします、えー、今日は7番さんいってまあ自分は16どっちか占うけどまあ6じゃん,なんじゃないかなもし 5, 5番さんが1番さん陣外だったら8番さんは多分潜伏すると思うから、うん、自分的には、えー、ラストルフ6番かなと思ってます以上です。1番 のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、ええ七からいきます。まあ後の進行は皆さんが言ってた通りだと思うので、終わらなかったらそこからまた考えます。投票を始めてください。<laughs> ありえん、オラじゃないべ。 7番のプレイヤーが選ばれました7番のプレイヤーは発言してくださいキュ9番さん何も考えずに1番占ってくれ見つけた見つけました何にも考えなくていいキュ9番さん何にも考えなくていいから1番占ってください1番を絶対占ってくださいお願いねキュ9番さん これ3番が狼の可能性もなきにしもあらずだと思うし、6番シャンが狼で5番に投票した可能性だってもちろんある。あるけど1番裏に占ってください。1番シャンが1周目に言ったな3番から5番に対する触れ方の6番の発言の内容に共感ができたんだっていうんだったら7番のことが多分1番評価できるはずで、5番シャンのことを偽軸で置いてる6番シャンの2周目なんか特に気になるはずだから7番に触れてる場合なんかないし、 まあ3番車ゃんの言ってる発言の内容でね、まあ気になったんですけど、まあ6番を偽軸で置いて、多分こっちは話を聞いてなかった方ですね。だから乗っ取りよりは普通に騎士で話を聞いてなかったパターンだと思っていて、で、まあそうですね、まあ、2番からヘイトを向けられて怖かった3番車が抜いてる可能性もなきにしもあらずですが、 1>, まあ1か3かな。6じゃなさそうでしょ。僕も5番さんの発言の内容が一番偽っぽいなと思った結果的に偽だったんで、6番さんの投票は正しいものだと思うし、1周目の3から5に対する触れ方もどっちかっていうと人間寄りの考察だと思うから、9番さんの占いた子は一番一択ですね。番一絶対一番占ってください。これはもう僕の,あの村確定の人物からの遺言。 9番車は1番を占ってもらって村全員に言っておきますよ。3番は4番車の言ってる通り9番えしてるわけがないですので、絶対に9番をえすることで。9番が翌日1番の黒を見つけた場合や、白結果を見つけた場合でももう9番に使うのはこの村に存在しないので、3番と6番であの明日悩むために5番釣りを確定すること。オッケー9番が明日1番を占ってもらって、1>, 1番釣らなきゃこの村は荒らしい。 9番だけは釣らないわ球審<で>確定したんだから今 <laughs> 大丈夫だよ問題は3の乗っ取りがあるかないかだけ1か6占ってもらうこういう結果は6番が臭いけどあの8番がいるあのあんな8番がいる状況でだから3番は多分残される絶対にラストウルフが勝負かけるからだから俺髪発生するからもう色結果出さないから 発言は9番の方が進歩ぽかったから、8番とは言っといたけど弱すぎたから、9番とかに表流れねえかなと思ったけど、8はマジで黒すぎて、本気でビビるほど黒すぎて、引くほど引き黒すぎて、さすがに釣ったわ。標人がローに言ったら、利的だから多分ローなんだよな。うん。あの遺言だと。標人があんな発言して5番のを真にするわけにいかねえから。 よかったね、誤爆しないで。7番が村っぽく見えたのかね、この村は。まあ普通に三2騎士の乗っ取りがあったら負けでいいと思うよ。侍されてもさすがに困惑するわ。あまあ俺が見でしょう、普通に。昨夜ああ、9番、ああ、3番シーンですね。はい。終わりましたね。はい、5番釣りましょう。試合終了。1番かなこれ4<番> 1> 1番、ね。1番でしょし、うん、うん、うん、はい。うん、そうでしょ。うん、はい。 夜にスキップしました。ゲーム終了。村人の勝ちです。